英語の授業にて。皆さん、英語には現在進行形と現在完了形っていう独特の文法があります。あの、先生？ Hey! どうしたプレフェクチャーコーチ？現在進行形と現在完了形ならコーチもありますけど。What? 日本語なのに？はい、例えば次の場合、現在進行形が自由です現時点に、現在完了形が必須です終わったという意味になります。そう。そうだったんですか。リピートアフターミーシュシュシュシチュシュシチュ。お見事、これで先生のコマンドにボスさせよ。ワイカオチピーポー。